はい、皆さん、毎度毎度。まあ、コメント返しね。ゆゆさんっていうの？ここは伸びねえってな。わかってんだよ。わかってんだからね、本当のこと書くなよ、お前。とりあえずはね、目標ね、動画1000本までね。今978だからね。うん、で、今日あと数本あげるから何本なんだろうね。まあ、1000本目標にとにかく質より量でね、いっちゃうからね。まあ、それ超えたからって、多分ね、実力以上のことできねえからね、質が良くなるとは思わねえな。まあ、ゆゆさんが言う通りね、大したチャンネルにはなんねえと思うよ、ここも。まあ、あの、美容関係よりさ、車関係の方がまだ伸びる気がするね。クラウンアスリートでさ、走ってた方がね。たださ、用もないのにネタを求めて走ってたってさ、面白くもなんともないかんね。ほんでさ、やっぱり再生数が伸びるのってさ、やっぱりアンチの意見が多いやつだよね。ここぞとばかりにさ、アンチなことを書く？まあ、アンチを書く人はさ、自動車運転試験場でさ、合格する運転をさ、毎日やってるのかってことだよね。だから、いろんなさ、やっぱり自動車関係のうちも見るけどね、アンチのことを書く人はさ、どういう運転してんだよ、お前ってね。それは、口じゃ何とでも言えるよね。普段の運転見れなきゃね。だアンチのことを書きたいんだったら、本当にね、教習所の教官でね、一切、捕まるようなことしてない。警察官とかね。警察官の方だって、ほら、家族で旅行行ったり高速乗ったりなんかしたりしたとき、必ず30キロの道路を30キロで走ってると思えねえんだよね。何キロで走ってんだよ、そういう人は。だからね、人のことを批判するってのは難しいよね。だから車のね、批判するんだったら、やっぱり車だけは俺らちゃんと走ってるって言うんだったら、じゃあ未成年のとき酒飲んでねえかとかね、タバコ吸ってたんじゃねえかとかね、必ずどっかしらでね、交通違反とかルール違反してるんでね。まあそういうのね、すべてひっくるめて50歩、100歩。だからね、こうやってちょっと挑発的に書かないとね、上から目線とかね、偉そうにとかね、こうやって書いた方がチャンネル伸びるんかなと思うことあるよね。だからね、もっと上から目線で喋ってもいいかなと思うよね、美容関係もね。この車関係はもっと偉そうにね、何様だと思ってんだよぐらいにね。やっぱね、ある程度ね、アンチの数っての、反対意見の人が多い時はやっぱり伸びてるよね。ここはもう一瞬だけどね、動画スピードは F1 以上だね。ルマンカー以上だよ。たまにね、クラウンアスリートさ、アクセル開けねえとさ、黒い煙吐くんだよね、あれ。なんか溜まってんのかな、あれ。だ普段はね、もう2、30キロでトロットロットロットロ走ってっからさ、やっぱ、なんか溜まるんだろうね、エンジンの中にね。だたまに回してあげないとね、健康維持するためにね。まあね、今後の動画ね、はっきり言ってね、自分で見ててもね、面白くねえもん。ゆうゆうさんよ。言われなくても分かってんだよ。自分でもね、分かってんの。うん。まあね、実力以上のことできないからね。はい、お疲れ様でした。